構見れると思う。たまちゃんピカピカありがとう。ちゃんとメイクしてる日の子見れると思うので安心してください。ごめんなさいね。メイクの人は可愛いから言うのね。嬉しい嬉しいね。危ないでしょあなた。危ないよ。んどうしゅんの、どうしゅんの。鳴き声可愛いね。本当にバブちゃんって感じ。バブちゃんねえ。こんな感じです。嫌がってて草めっちゃ嫌がってる見て、やばい、めちゃくちゃ嫌がってるんだけど。プチプチ、ほら見てて、ほらすっごい嫌がってる。ほら BBB さんハートありがとう。白朗さんもピカピカありがとう。ほらめちゃくちゃ嫌がってる。嘘でしょ、嘘でしょ。ちょうだいはねしないんだよね多分まだね。赤ちゃんでちからにゃんちゃんはするんだけどね。生まれたかさん、あたありがとう。みんなにこんにちはって。あららら、お顔がチュルチュルでちゅね。かわいいでちゅね。チュルチュルし、なんかすごい光がすごい。あら、チュルチュルちてつ、かわいいでちゅね。かわいいね。チュルチュルちてるね。みんなに配信されてるんだよ。びっくりだね。眠たいね、ほんで。食べます。ハートたくさんありがとう。生まれて2ヶ月この方。多分ね今抱っこしてるんですけど。あ、グランツさんえらいたくさんありがとうございます。だからこれね下にね多分ね降りたいと思うんだよね。ね、抱っこじゃなくて一人で探検したいんだと思う。でもね一人だと何するかわからないでしょ。ピンクカメラさんピカピカありがとう。生まれてきたその瞬間に私、そう、いつか出会える。
みんな明日は何するの？ああれか、お仕事チャンネルかな。さすがにお仕事チャンネルですよね皆さん。ひろゆきにさん、ピカピカありがとう。デート？誰と？いつ？どこで？いつ？どこで？誰とデートするの？しつこい女。一条寺ひかるさん、ピカピカたくさんありがとう。仕事だって、お仕事行って夜はリサイタル。リサイタルってなんだ。お出かけ。一条寺ひかるさん、ハートありがとう。メンヘラ、ん？メンヘラって何？メンヘラとデートってこと？え、どういうこと？ひなか結婚しないの？だって私結婚できるかな。結構そこが重要じゃない？プチプチプチ、おいで。やだかわいい。はい、おいでって言ったら走ってくるの、やばくない？かわいい。癒しできると思うよ。だってだよね、できるよね。誰でもいいなら誰でもよくないよ。プチ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 、おいで。カッチーさん、星ありがとうございます。たくさんありがとう。トイレはできて、トイレしましたよ。相手に絶対譲れない条件は、だって、譲れない条件、え、どういうこと？例えば何？例えばどういう系？ピンクカメラさん、ジジありがとう。にゃんこさん、ピカピカありがとう。嬉しい、7万5000ポイントもいってる。ありがとう、みんな嬉しい。これだけはしないでほしいとか。ああ、なるほどね。年収1億とか、これだけはしないでほしい。え、なんだろうな、なんだろう、これだけはしないでほしいとか別にないかもな。なんか大事にしてくれれば浮気、あ、浮気しない。あー落ちる。浮気しない、これ大事じゃない。あららら、泣いてますね。浮気じゃない、浮気。自分はしないよ、だって。どうかな。ひなこ浮気するけどね。え、どういうこと？しないよ。うちはオッケー、うちはオッケー、うち浮気はダメ。
したことないな。だって本当かよ、ありそうやなその感じその感じありそうやな。消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。毎日配信するの、毎日配信します、します。 ダブル不倫しそう。ダブル不倫ってどういうこと？どんな場所でプロポーズされた？え、場所か、ロマンチックなとこ好きになったら一途だって。一途一途。なんか暗いなと思ったらここがついてなかったんだ。どっちも不倫すること。あー、旦那さんも女のさん、旦那さんも嫁さんもってこと？あ、ダミチンさん、風船のクマちゃん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。ねえねえ、 iPad って充電なくなるの早いね本当に。こんな可愛い奥さんいたら浮気なんてできねえよ。だって本当かよでも浮気って何のためにするの？ピンク髪はさ、ピカピカありがとう。ジャイティさんもだるまありがとう。好きな人が結婚してたら、え、そんなのもう諦めるしかないでしょうよ。あ、おめでとうって。なおなおさん、ハートありがとう。風と水さん、ピカピカありがとう。どこからが浮気？なんかさ、浮気のさ定義みたいな。ちなみにみんなはどこからが浮気？なんか人によってさ違うじゃん。女の子と全然あのお食事行っても言ってくれればいいよみたいなさ人とかいるじゃない？みんなどっからが浮気？みんなの価値観を知りたい。休憩、休憩って何？浮気は結婚してる人にしかないと思ってるよ。どういうこと？何も報告なく会うとか、それはダメだね。手をつないだら浮気かな可愛い、ほんとそうよね。なんか可愛い、みんながいろいろ言ってるの。体が触れたらちょっと待ってよ、おもろいな、さすがに。ダブルさん、ハートありがとう、たくさん。ハグから別のお宅の順番に行ってたら、あー、そういう浮気だね。あー、なるほどね。でも結構割と、うん、そうだね。私もみんなと同じかも。まあ大体そうか。やるかやられるかだね。だってでもさ、やられた方はさ一生消えないんじゃない？一生恨むでしょ。8時、本当だ、8時だ、早い。消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。ほら、アイロンしたらこんなにも違うんだよ。みんなどう思う？別に気にしないだって。え、どういうこと？浮気されても気にしないってこと？え、
どうなってんの。まばらしさんハートありがとうございます。にゃこさん結婚してありがとう。ゆめさんに浮気されて離婚しましただって。それはですね、もう正解です。別れるっていうのは別れましょう。そんな人とは別れましょう。浮気された方が逆に燃える。ダメチンさんハートありがとう。浮気されて別れましただって。あ、マジ？てか浮気されたらどうする、みんな。じゃあみんな浮気されたらどうする。なんか恋愛話みたいになってないこれ。浮気されたらみんなどうする。でマヌカセプリンスさん、ポップコーンありがとうございます。一回でもダメだって。ダメだって。ダメやろ。倍返しだ。だってもう会わない。たまにはいいやんな。いろんな人がいるな。とりあえず締め上げる。ちゃんと振ります。終わりだね。もうしないって言ったら許す。殴る。けじめを取らせる。なるほどね。まあいろんな人がいるよね。なるほどね。浮気の度合いによるって。マジか。今そうなんだけどさ。清夏さん、風船くまちゃん、たくさんありがとうございます。ありがとう清夏さん、ありがとう。いや私はね、みんなと違うかな。私はされたらみんなとは違うね。みんなとは違う。なんか許すって人もいるかもしれないね。私は違います。私は切るよね。切る。なんかまださ、そんな経験がさないからさ、わかんないけどさ、これ今後ね、どう転ぶかなんて、どう転ぶ、どうなるかなんてさ、わかんないじゃん。今後ね、もしかしたら私にもあるかもしれない。え、どこだって。え、わかるよね。え、わかるよね、みんな。私だったらね、わかんないけどね、その時にならないとね、さすがにね。虹色のサラさん、流れ星ありがとう。切った後はだって、切った後、あ、切った後？切った後は、え、切った後どうするってどういうこと？どっちをどうするってこと？どっちをどうする？どっちのこと言ってる？取れた方、あ、取れた方ね。取れた方はそうだな、トイレに流す。こういうさ話は、じゃ間違えてるよね。間違えた。話変えよ、話変えよっか。
話変えようか。話間違えてるわ完全に。そっちが始めただろ。は？あ、私だっけ始めたの。YouTube で記念日見てファンになりましただって。よろしくお願いします。え、嬉しい、ありがとうございます。見に来てくださってありがとう。その瞬間に私消えてしまいたいって泣きわめいたんだ。のりさんピカピカありがとうございます。宇宙光さんもハートありがとう。天ぷらにしたら美味しそうだって。確かに。なんか鼻にさ、今年が医学部3年生ですか。そうですね、3年生になりますね。ピンク仮面さんピカピカありがとう。また切ったよ変な名前。その名前攻撃何本当に。ダメマイさん誰もありがとう。カオさんかけハートありがとうございます。カップレさん、ポップコーンありがとうございます。ポップコーンの名前が今全然思いつかなかった、焦った。普通になんだっけってなった。消えてしまいたいって泣きわめ。うまかっちゃん食べない。え、うまかっちゃんって食べたい。ラーメンは何味？私醤油が好き。ごめん嘘ついた。味噌。ひなこちゃん嘘ついたって、あ、今嘘ついた。味噌が好きなのに醤油が好きって言った今。なんか私さ、癖っ気だからお風呂上がりにこういう感じでね、なんていうのかな、アイロンするのね。でそしたらね、アホ毛がいっぱいビョン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 立つの。アホ毛が出てくる。髪細い。私髪の毛細い、マジで細い。太い方がいいよね絶対に。猫っ毛だと思う。画面越しじゃあんま分かんない。確かに分かんないよね画面越しだと。消えてしまいたい。UT ゼータさん応援してる、ありがとうございます。ありがとう。髪
髪色落ちてね、私髪色落ちてるのめっちゃ早いんだよね。なんでなんやろうか。ね、でさっきのさ話戻るんだけどさ、そのさ X 線みたいなやつってさヒートテックでもいいんだっけ。話戻っちゃって本当にごめんなさい。ヒートテックでもいいんだっけか。ヒートテックでもいい、あ本当に OK。 無地のさシャツってことでしょ。じゃあさ、清夏さんピカピカありがとう。そう、えってことはさヒートテック着るじゃん、でその上にさ普通の服着るじゃん、でレントゲン撮るってなったらその普通の服は脱いでヒートテックだけで受けるってこと。でその普通の服もあれだ、なんて言うんだ、あヒートテックだけでじゃあできるんだ。ふん、え本当にヒートテックでいいんだね、信じていい。ヒートテックがダメなの MRI 検査、え MRI 検査じゃないのかな、私のやろうとしてるやつ。今の時暑いね、暑いよねヒートテック。えじゃあさ普通の黒の無地の服は、普通の服だけど黒の無地の服はどう。じゃあさ、私が今から見せる服 OK かダメかなって判断して。ごめんね、めんどくさくて。まあ例えば、これえ下は何でもいいの、下は何でもいいの。でもねこういうのがついて袖に普通のこんな黒の無地の服で袖だけがこういうのがついてるんだけど袖は関係ないよね。え下も OK？ そのヒートテックダメだったらどうし、なんかさリトルフォレストさんハートありがとうございます。下履いてれば何でもいいだって。あ下は何でもいいんだ、じゃあ大丈夫か。いやな、どこのレントゲンって、なんか大学でやるんだよね健康診断のその一部の中にこの検査をしない、へそピとか取ってなって、へそピはしません、してもしませんというかしてません。見た目では OK っぽい、でもさこれで OK じゃなかったらさどうしようって思わん。清夏さん、あ星ありがとう、たくさんありがとうございます。ヒートテックダメなところもあるみたい。え待ってどうしよう、
ちょっと、なんか書いてないのかな、なんか書いてそうじゃない、どんな服装でとか。もうさ始まっちゃうんだよ、困るって。ダメチンさん流れ星ありがとう。どうしようかな、まあでもなんとかなるよね、なんか一応念のためにとかさ持っていっといた方がいいのか。難しい。あ、待って。私さ、重要なことを忘れていた。実はですね、今のさ期間さ、履修登録をしないといけない時期なんですよ。みんな知ってる？充電器持っていこう。履修登録、あ、めんどくさいね。だってそう、あれってなんでさめんどくさいの、あんなに。これ30分になったら終わりますね。だから25分とかにランキング読んじゃおう。一応ね、オーバーしたら怖いからね。現状フルタイム取れてるのだって。あ、今ちょっと画質悪くなっちゃったかな。ヒートテックとか禁止されて禁止。え、なにこれ、あゆちゃん、なにこれ、なんて書いてあった今。守りたいこの映画だって。ありがとうございます、ありがとう、あゆちゃん。ハレンチさんハートありがとう。あともう6分ぐらいで終わっちゃうんだけど、6分ぐらいしたら25分だったらランキング読む。早いね、意外と時間経つの早かった。でちょっと熱くなっちゃった。余裕持ってね、怖いからね、オーバーしたら。食べました、ハートありがとう。ありちゃんと最近会いましたか。会ってないですね最近。第二外国語とか大丈夫だって。やばいよ。食べます、ハートたくさんありがとう。そう、履修登録の時期です。清夏さん流れ星ありがとう。髪染め、え、そうなの、髪染めたんだ、知らなかった。染めたんですね。一輪きついよね、だってね。一輪あるかな、まああるよね、そりゃ3年生前期ですけど、まあそれあるよね。猫なの、え、どういうこと、猫なのって。
早いね、あっという間に。おすすめの授業とか教えてくれるの？だってなんかでもとりあえず必修をさ取らないといけないから、おすすめの授業か教えてくれる？うん、そのこれがおすすめだよとは言われないけど、別にもう自分たちで好きな授業を取ったりしてって感じかな。レポート入って待つ派だって。レポートが好き、テスト嫌い。おすすめの教授の授業はもうないんだって。どうだろう、なかった気がする。3年前期ひなこちゃん理系だって。私文系だと思う。お願い、いつまでも。パソコン持ってるよ。そこにある。そこ。医学部じゃなかったのかだって。理系です。理系。めっちゃ理系です。理系です。嘘が徹底されてなくてクソだってそれな、医学部って言ってんのにさ文系とか言って。そう、必需品だよパソコンもね。レントゲン前に金属類食べたらレントゲン写真に写る。金属類食べれなくないか。奇跡で溢れて足りないよ。ちなみに東大は2年生で第2外国語終わってますだって。おかしいな。え、待って、10万ポイントいってる。やったー、みんな10万ポイントいったよ。ありがとうみんな。これ30万ポイントいったらさ、オリジナルアバター作れる、獲得権獲得するらしいだけど、もう10万ポイントいってるからあと20万だ。ありがとうみんな、嬉しい。差がついたね。だって本当もう配信してないのかな、この2位の方とかは。怖いねこれさ、明日になったらさ、あの追い抜かれてる説全然あるよね。明日落ちたら抜かれてる説全然あるよね。7日までなので。まだ初日だから油断禁物。え、本当にそう。最終日とかやばそうだね。卒業したら奥原クリニックを会員してほしいだって。任せてください。私のね、あの治療はね早いですよ。10分で終わります、どんな病気でも。ランキング見ますだって。はい、25分になった。13位風と海田さんありがとうございます。12位 WY さんありがとうございます。11位一乗寺ひかるさんありがとうございます。10位にゃこさんありがとうございます。9位カップレさんありがとうございます。8位ショートさんありがとうございます。7位ダミチンさんありがとうございます。6位カッチーさんありがとうございます。5位ユーティーゼータさんありがとうございます。4位グランツさんありがとうございます。3位ヨシヒロさんありがとうございます。2位あゆちゃんありがとうございます。そして1位はキヨナツアットマーク今日も明日も明後日も強化おじさんでした。キヨナツさんありがとう、ありがとう。よし、と
ということで見に来てくださってありがとうございました。10万ポイントももう獲得してて超嬉しい。ありがとうみんな、ラブ。明日は8時からします。夜の20時。待って、もっと早くしようか。そうだな、19時にしよう。19時にします。19時。それでは見てくださってありがとうございました。19時ね。それではありがとねみんな、早めのおやすみ。ありがとう、また明日ね。バイバーイ。